岩手ワンコ広報室。そばっち、今週のテーマは県産米のブランド化推進、金色の風デビューに向けて。県産米の最高級品種として開発した県オリジナル水稲新品種岩手118号の名称は金色の風と決定しました。ふわりとした食感と豊かな甘みが特徴のお米で、試食した首都圏の消費者や東京都内の5つ星お米マイスターのいる米国店からの評判も上々です。すごく甘みが残るのが印象的でした。で、まあ、今までにないようなお米に、なるかなと思います。そして迎えた1月31日金色の風生産販売キックオフイベントが開催され、ブランド確立に向けて関係者が一丸となった取り組みがスタートしました。我々生産者は岩手県のフラッグシップ米としての金色の風の生産のため、今日まで継承してきた先人たちの栽培技術と現在の栽培技術を最大限駆使し、食味ランキングの特 A 評価はもちろんのこと、今まで以上の安全安心で美味しいお米を消費者にお届けします。そしてこの岩手の大地より全国の食卓に必ずや新しい風を吹き込むことをここに決意します。復興の半ばでございますけれども、やはり大きな光とそれから希望をいただいたように思われます。商品開発を力を合わせて提案していきたいなと思います。一人の力は微力ですけれども、友達の輪が広がって大きな力になると私は信じております。私の置かれた環境の中で精一杯このお米を PR し応援してまいりたいと思います。いよいよ全国に誇る最高級プレミアム米として、日本の食卓に新たな風を吹き込む金色の風の本格的な生産がスタートします。県産米のブランド化に向けて、私たちも金色の風を応援していきましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。